おはこんこんもこです。今回は、2018年5月25日に発売予定のプレイステーション4アクションアドベンチャーゲーム、タイトルが「デトロイト・ビカム・ヒューマン」というのが、出るんですけれども、それの体験版が今来てるので、それの方を少しやっていきたいと思います。これは以前からすごい注目されてるゲームで、やっぱり体験版やった方とかはすごい素晴らしい、もう製品版がねすごい楽しみっていう声も聞いたりしますけど、私もまあやってみて、買おうかなと今のところ思ってます。はい、それで、このストーリー、ざっくり言うと、西暦2038年のアメリカ・デトロイトのお話で、AI 技術とロボット工学の発達によって人間そっくりのアンドロイドが製造されるようになったことで、人間が過酷な労働から解放されようとしていた。で、そのアンドロイドたちが、徐々に、感情を持つようになって、それによって、いろんなこう事件が起こるんですね。はい。で、それはまあ製品版をやってみての楽しみで、少し触りだけ今回体験できるということなので、やっていきたいと思います。で、実は、一回本当初見でやりたかったんですけど、録画の失敗で録画ができてなかったので、今から2回目の体験版を、プレイしていくことになるので、多少ちょっとねもう操作の方分かっちゃってるんですね。まあ、だけど、まあ、こう自ら種明かしをしていかずに、まあ、ここの、画面上に表示されている CD に従ってなるべく遊んでいこうかなと思っているので、よろしくお願いします。はい、そしたら最初からプレイで、最初から。2038年8月15日。夜8時29分。交渉人。左スティックで移動する。これ今ね、私が動かしてます。これアンドロイドですね。とにかく映像がめちゃくちゃ綺麗。娘さんに何かあったんですね。ああ、とりあえずアラン隊長を探しに行きましょう。屋上から飛び降りたらどうする？屋上にね、犯人がさっきのお母さんの娘さんを人質に取られてね、アラン隊長、 R2 ボタンを押すとこうやってどこに行ったらいいかっていうのが出るんで、これで、プレイ難易度が、カジュアルでやってます。
まあ、一般的な難易度です。アラン隊長、私はコナー、サイバーライフのアンドロイドです。奴は制御不能だ。俺の部下もすでに二人やられた。だが奴を撃てばバルコニーから落ちて娘も道連れだ。ヘイターの名前、彼の名前は？さあ、知らないな。どうでもいいだろう。交渉するには情報が必要ですから。挙動。様子がおかしかったという報告はありましたか？いいか。子供を救うことだけ考える。お前があのアンドロイドを止められなきゃ、俺が始末をつける。成功率今 48%。これね、ところどころで何パーセントっていうのが出るんですけど、今の段階で交渉成立が 48% だよっていうことを指してます。じゃあこれね、分析してみましょう。右スティックで、でここのこの青いのを右カーソルで合わせて三角ボタンを長押しすると情報が出ます。このアンドロイドが解析してるんですね。これが銃弾の箱でしょ。これが銃が入ってたんですね。ブラックホーク MS853 で、これ再現できます。実際に犯人がここに置いたっていう。でこれ巻き戻しで L2 でこれを取り出してくるところを再現できます。こういうふうにところどころで再現することができます。じゃあ次ね、こう周りを見渡して、今これね、銃のところを分析してみたので、次あの奥行ってみましょう。これ動かしてるのはね、Lスティックで前に倒すと進みます。で、ここ見る。特に何もない。じゃあ、あの奥、あそこ行きましょう。何か死んでますね。分析。デトロイト市警の警官が第一号車だった。でこれまた分析していきます。解析ね。発砲は一発のみ。発砲の痕跡で、次ここ、死亡してるね。もうで9ミリ弾による銃創を穴が開いちゃってる。めちゃめちゃリアルな、ほんまに映画みたいやん。後ろ3箇所をちょっと見ていきましょう。キッチン、お鍋が拭いてる。ん、見る。ちょっと待ってね、ここなんかあったな。ドキッとした。撃ってきたな。これ見てみよう。一家が所有するアンドロイドの犯行。うん。え、お鍋ね。
消しとこう。一家は夕食を取るところだった。うん、そこで犯行が起こったと。ここにいてるんですね。何が大気だ。さっさと処分すればいいだろう。俺はいつでも持てるぞ。なんか液体が舐める。舐めてわかるんだ。鮮度の高いブルーブラッド。アンドロイドが負傷している。ああ、アンドロイドからこぼれ落ちた液体ね。負傷して、え、見る。いや、そこにおる娘さんね、抱えて今にも飛び降りようとしてる。もう少し調べていきましょう。あの奥、奥の部屋行こう。広く聞くか。娘には銃声が聞こえなかった。なんか音楽聞いてたの。次調べる。再生する。このアンドロイドが今ね、娘さんを人質にとって屋上に立ってると。役に立ちそうな会話、またアクションをアンロックした、うん、これで成功率 55% だったの。こっちの部屋行こう。あっち行ってみようか。 L1 負傷してる。致命的な怪我ではない。魚が落ちてる。ドアフグルミ助けるよ、もちろん。綺麗。これ出てあれか、ここってあれやね、最初出てきたとこね。エレベーター乗って、あとどっか見てないとこなかったっけ。あれだ、なんか仏像が置いてる。ここになんか落ちてる。靴、子供サイズの靴。人間の結婚。ああ、娘ちゃんの靴やな。これで成功率 56% になりました。あと見てないとこないか。ちょっとあの仏像が気になるな。おお、外人やない、こういうのに興味があるんや。すごいな。これは特にないか。すごいお金持ちやな。アンドロイドを雇えるっていうことはかなりのお金持ちだな。分析してみよう。死亡、ジョン・フィリップス。お父さん、あの子のお父さんやな、これ。次、ここ。9ミリ弾による銃創。ここも撃たれてる。
3発持たれてる。でこれ再現してみる。再現。お父さんソファに座ってた。座ってなんか見てた。何かを持っていたんだ。うん。で後ろにあの人が、犯人が来て撃たれた。でここでね殺されちゃった。おお怖っ。これね、ヘッドホンしてるとね、もう銃声がものすごい耳に響いてマジでドキッとする。外に出よっか、出よっか。怖っ。来るな、近づいたら飛び降りるぞ。いや、やめて、お願い。ギリギリんとこに立ってるな。ちょっと足さ踏み外したらもう終わりやね。半分出てるし。名前は？やあダニエル。なぜ？僕はコナーだ。俺の名前を。他にもいろいろ知っているよ。君を助けに来たんだ。成功率が 39% に下がっちゃってる。変異体が動揺してる。移動と会話を同時にすることができる。穏やかに。一人死んでるわ。お前に分かるもんか。俺はただもう終わらせたいだけだ。終わらせたいだけなんだよ。エマと君。エマとは仲が良かったんだろう。君は裏切られたと思ったんだろうけど、それは違う。嘘をついてたんだ。愛されてると思ってた。うん。だけど違う。この子も他のやつだと同じなんだ。なんでなん。同情的に。君は何も悪くない。君が感じているその感情はソフトウェアのエラーなんだよ。そうだ、俺のせいじゃない。こんなはずじゃ。愛してたんだ。なのに彼らにとって俺は命令を聞くだけのただの奴隷だった。何があったん。なんでそういう風に感じちゃったの。人質に話しかける。エマ大丈夫かい。お願い助けて。死にたくない。死にたくない。怖い。誰も死にはしないよ。落ち着いて、何も心配いらないからね。あの音おかしくなりそうだ。あのヘリコプターをどこかにやってくれ。下が冷静に話ができない。ああ、これでちょっと変異体が安定してきた。信じて。ダニエル、僕を信じてくれ。約束だ。人質を解放すれば君を傷つけたりしない。全員引き上げさせろ。それと車を用意しろ。町から出たら解放してやる。エイミロ。ダニエル、それはできない。解放すれば君を撃たないと約束するよ。死ぬのは嫌だ。うん、安心させよう。死んだりしない。話をするだけだ。心配はいらないよ。約束する。わかった。お、君を信じる。うん、信じよ。よかった。なんで、なんで撃っちゃうの。ひどい。もうこれは同じアンドロイドとしても辛すぎるやろ。
応ねミッション成功になるんですね。娘さんを助けるっていうことが目的だったので。だけど信じて結果こういう風になっちゃうというね、ちょっと辛い。これはシーンのフローチャートです。これまで見てきた物語やまだ体験してない道筋、そして物語の可能性を確認できます。で、まあ私がこれが辿ってきたね道筋なんです。これ、あの実はこの、あの初見じゃなくて録画のね、あの失敗で今撮り直しているので、もうすでにやっちゃった項目があって、一つはねさっきの最終的に変異体を撃っちゃったっていうねやつと、その上に、エマを救うためにコナーも一緒に落下しちゃった。でも結果的にミッションは成功してエマは、娘さんは助かったんですね。この2つを、まあ、ストーリー体験版としてやってみました。でまだあとここねロックかかってるのが何個かあって、これだけストーリーがね様々違ってくるんですね。だから、まあ、その選択するものによってみんな感じるものが違う。すごい魅力的なゲームですね。うん、この作品ではあなたの選択が物語の行方を決めます。シーンの展開はあなたのプレイによって変わり、以降のシーンに影響することもあります。このシーンをもう一度プレイして別の結末を見てみますか。でこれはもう見ない。ね、でちょっとトレーラーの方見てみますかね。トレーラーどうやってやるのかな。トレーラーこれだ。これちょっと見てみましょう。これさっきのね私の結末。つらい、つらい。一つのエラーとともに私は生まれた。胸で心臓が脈打ち、体に命がほとばしる。穏やかな声が私にささやく。私は生きている。デトロイト、ここから始まった。もう二度と人間たちに縛られて生きていく必要はないんだ。僕は生き物じゃない。殺せないぞ。人として生きていくために。やめなさい。一緒に逃げましょう。お願い、あの子を助けてください。またお友達にならない。人間にとって私たちは店に並ぶ人形でしかない。どうなるかは君次第だ。死ぬわけにはいかないんだ。これは私たちの物語。めちゃくちゃ面白そう。5月25日金曜日発売。これは買うかな。かなり面白そう。はい。
それでは、今日はねこれで、体験版の方を終わりにしたいと思います。ぜひ皆さんも体験版の方やってみてください。ご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバーイ。